フロラン・ハデル・ジョナイは、スイス・ベルン州、ラングナウ、イム・エメンタル出身のプロサッカー選手。コソボ代表、カスム・パシャ、SK 所属。ポジションは DF。BSC ・ヤング・ボーイズの下部組織出身。2013年9月のスーパーリーグ FC、チューリヒ戦で、トップチームデビュー。2013-14シーズンは11試合に出場し、チームの最優秀若手選手に選ばれた。 2016年8月、FC インゴールシュタット04に4年契約で加入。2017年8月、ハダースフィールドタウン FC に買取オプション付きのレンタルで加入。その後オプションが行使され、2018年7月にハダースフィールドに完全移籍した。2020年9月25日、1月からレンタルで加入していたカスムパシャ SK に完全移籍。 2017年10月1日、ベラルーシ代表とのフレンドリーマッチで、スイス代表デビュー。その後コソボ代表への倶替えを決断。2019年6月10日、UEFA ユーロ二2024戦、グループ A のブルガリア代表戦で、コソボ代表デビュー。2020年10月8日、UEFA ユーロ二2024戦プレイオフの北、マケドニア代表戦で代表初ゴールを決めた。 ありがとうございます。